第213回ランニングバトル各球最弱記念即記念でええからまず一番第1試合エゴバースタッツレイエゴがメロンでって早速に登場したと思ったら一度入れて勝った瞬間を秋田に出したのがすごい印象的です
り持ってますね。テーザーハイスラまで。すごい。まず伊藤選手、レッツ。山本先生。久しぶりにランバトに遊びに来てくれたという、この男。まずは UJA にことを捨てる。だから、サッカーのアプリで、どこやろうかな。落ちてー、でも当たりきれ。だから、ノッピーから。無理せず、牽制、牽制を待ち続けるレッツ。あー、うまい、うますぎる。受け身の外がそれから、チャージして。平気にいってんぜ。気のせない。やっぱこれ、合わせられるぜ。いいやつかな、っていうのも。そうし、足払い友人まで勝ったのは、ニャンコ。リーゲの1戦目、エドのバーサス、クルマ、なんか最近、なんやろ、掲示板の方で、やっぱ強キャラローソンを巻き起こしてるらしいです。隣が釣られたらしいんやけど。え、エクチャーパー釣られたっぽいよ。これ、ちょっとはダメやな、中継っぽいか、上位回避ないか、あとは追いつくの。ブロックはね、間違いなくてだわ。さて、しかし、まあ、まあ内容の方は成功は画面端の固め成功から最後はジャンパイズの反撃系に引く。さすがだったらも端に押し込まれるとベロムスが相当厳しい。すごく良かったじゃないか。投げ、漏れたところはもちろんジャッパダーが負けるようになっております。成功がラインを下げながらシューリングに向かって正解で、あそこが押し込め正解の画面端。ここまで、ここで実利を取れるか、ラッシュ成功へと追いかけない、追いかけないけど、ケンテはボールが厳しすぎる。弾かない、弾き直して下から、まあ、バスライド、カウンターからの6P6 杯、カモン。そして状況は重視、ジャズベースシメントが珍しいな。あ、いるシーンだ。ここまで呼び切っていた。いかがですか。41のイレ、これもパーパスライドに入れる。でもここも投げて、ワンチャン用意。エドを出す、ここマスクへ。だがジャンプハイスラまで勝つのエドでは逃げてて、エドのここで第1ブロック2決定戦、エドーバスカス、ゼイレジェンドプレイヤーの上位、レッツにポロリとへこまされたこの2人、2位決定戦争うことになっていますが、エドーはどこまで思い出しながら、右足へと始まるか、フリートちゃん思い出す前に、エドー、どういうところ見えへんやろとか言いながら、全然のバトルとかで、近くないところ、下、入らせればこれは見えない。マリーと出して、エドラス、タッチ込みたい、出せ、早っ、いい暴れから、ゲダウンのガードを早やせば寄り切り、エド、先に打ちバーストはデイ、奥からタイムリーはデイだが、スパコ、ロッケ到達、あれ青が出ない、そして組み投げまで、まず1本選手はデイ、エドの目の前で優勝してきたい計画はかなりありそうだ。スタート、ガードスタート、TPS 投げからの2回、これはなんとはコロナで伝えて瞬間移動切り返す。しかしケラン耐久からウィービス、だから普通に出して始まり、立ち合い早い、あと青、あーこれは動かない、うまく出して手の抵抗、足払い、さすが足払い、経験まで勝ったのはデイ。いや普通にないやろこれは、まあちょっと
今じゃ第2ブロック1戦目ドグラ VS サミット。さてポイント2のサミットですが、ドグラのスレイヤーとやるのはラウンドレア、かなり差し引いたのはずです。結構嫌な思い出あるじゃないかな。6位8戦これカウンター、また読み切るか。レーダー、あー、ドグラ読み切る。ドグラ見てからあと余裕でした。いやーサミットがいく。ファーストバーのせいなのにアルファ運んで、わー吸血、これがドグラや、良いの吸血よ。エロラッピー、ここまでサルト選手、サルト大難度、いやーフレーム、やっと使うわ。でも、オーラからトンボミス、オーラの無駄遣い。メリー、やめろ、ロケットしてファーストキャッチ、あっあっあっこれ、あれ、いいやつ2杯まで、ドグラゲストへ見てて、いやいや芸人なんやろ、芸人無駄遣いしない方がいいよね、最後まで芸人使わへんかったけどな、芸人を越して芸人使わないとね。第3ラウンド立ち回り、シンケ、頭中からのジャンパイトが2ターン目ヒット、バックが重い、シンケがガードした、体力リードはさあ、これロケ通したけど通ったのみ、このアンコまだ残るか、残った、折り返し呼んでる、なんで読み切りかな、バックステージヒッター、せえ、どこが抵抗、どこが抵抗、ヒッターだって、読み合い、かき合わず、
ってみたい、行ってみて。ごめん、距離がどういパスバックのフォークだ。で、ゴールはサミットを投げたら、こちら、見えるか。なのでガードしたし、連続ガード。分身が消える、寂しい。でかい投げて、こっからがまずはデータを犠牲にして分身を消した。そして分身がないと茨城に実力がない。押し込め。さあこれ誰がカウンターした。バック工程がワールヒット。体力はどうね。このゴール体力。さあ奥ね、返し逃げからアルバート、そしてダブリーカウンター、キンゲス、スカリキンゲスまで。ちゃんやもん。
長谷川がいて、バスケから外すと決めですね、ボール叩いてそういうのがあったけど、よけいよけい、やったー、ボディーどっから持ってくれ、はい、バスケー今ね、ゲーミッチにはグランドバイパーがね、クリーンヒットしてるとか言うのやめてな、あ、見た。うん、ゆきらぼりに行け、やばい、さて、電話のモグラ、ニクロさん、ニクロさんというのは彼と僕らのさんというのはかなり違う気もする、どうする、脱出はさせたくない、普通に何やばれ、やつ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 、固まりすぎちゃうか、カードがある、おかしい、おかしい、6P で差し返すが、さて、前回のクリーンヒット手に入れた、すぐにこれが決め、難しいけど、これはしてやったりと、両方別にドヤ顔してもええねん、ははは、別にして、さて、第3アウト、また僕にじゃん、どちら、これがボルカで拒否、CT からお互い白身を引き出さないようなサンパリー、最後成功、もううまい、なんてバーストないで、ギャンク当たらず、ギャンク当たらず、ギャンク当たらず、飛んできたよ、はい、ワンクリー、はい、ワンクリーしてるね、行くだけでよ、そんなコンパで大丈夫なのか、お前は来ますよ、はい、大変なテーブル、やってない、やってない、イエスを振って差し回ってる振りの娘ちゃん、上で上でみんな行きたい、行きたいけど余裕としゃがみタイプ、ここで勝ったの娘ちゃん、ワイドブロック2試合目、オビトバーサス勇気いるか、今日はオビトは私たちプレーしません、チップがね、楽しそうなんだよね、さて、そして最近割と勝ち方を覚えてきたイルジールが、イルカの当て方には定評がある、ミーテドロップ、球体育がピットしてスポーン取り切れずだが、体力リードはオビド、でも相手ねえやね、おっと中段カードだが崩しに行け、ゆさぶりに行け、あー手が勝てた、そういうゆさぶりはやめてください、あーやらかした、バーストが遅い、まず一本選手オビド大事なこと、手裏剣投げて角が見事に下がる、ここでジャンピー、早く林手裏剣裏、さて忍者っぽいよ、これも忍者っぽいよ、さてエベルトとか忍者当てない、当てないよ、この腰を当てたくてしょうがないで、ダメよ、ほらじゃ当てた、大変だ、さて、ゆうか、これはそうだぜ、さて、ゆうか、何か当てない、キーパーソン、なんで、さあ、どうしよう、さあ、どうしよう、6位体験、ぴったりじゃ違うんだ、体力リーダー、オフィトだが、あれ、危ない、危ない、もう、ベータからの将軍まで、そして最後まで何いるかガードだ、さてのオビドでは1位決定戦、ここで1位決定戦、オビドバーサスムスミちゃん、初戦はムスミちゃんから行くけど対してのムスミはない、ロビー、これが通らないでも投げ合わせ成功、大勝利の瞬間、
先に行け、クーダイブ成功、勝負だね。ちゃんとアルバキメン黒いけど守れない。俺もじゃあ強気に行く、中断3発でクリエイター待ち。ここでカード投げ、これが終わる。さあ、あとは通れ。さあ、帯が来てる。あそこに来て。サフレよ。なんとバイパーバスト。やった。そして最後、総裁からの助けが早すぎた。サフレ、バーティングの選手、ブースリ君。オルカローマンが総裁するとはってなりましたね。いい感じですか、いい総裁するよ。やばい、カウント。サフレ、いっちゃうか、このまま。TP 早い、ボールか TP 上がれ、強いバーストの前に TP 越しておくのが今日テーラ P かな、オーバーしたんで落ちてほしい、緊張感大胆にガードしていく TP 上がれ、これこの辺が大胆ロカイ、サスペンデンテーラ P アルファ、アタック殺しきれない、つぶなげまでこれで1-1大事なんだ、いや大事なんだ、開幕からマフラーが押していくが TP これが強いぜ、テナミー PPP ボールかオーケーでゲットロッキースタート、ラスター一発でこのヒルである、ゲナン下がって取り返し、あーやっちった、ファーストを呼んで、こう一発ライオット、タコスしっかり 6P、ノーマル、あー、ヨルノスケ、バスト、大成功、勝ったのはムスミちゃん、1さて、2決勝ですね、ボーカー、いや、ミキさん、バーカスはイブキルか、キックという名前で出るからね、ちょっといいところを残しておきたい、僕らキックという名前で出てる意味が全くなかった、ぶっ込む、ボールじゃないぜ、ここは気合入ってる、やりすぎた、とがめたらゲージが足りない、カウンターじゃない、ナイス、マンゴー、ラスペラがきっちり、なるほど、足で足でカウント、コンボミス、ガチゲーだね、まず一本選手インキルか、これで第2ラウンドカウンター重んで飛ばす、勝てキルか、勝てライオット、ガチギランか、キーパスを通ってハーフ、これはカード達成、ゴリゴリ行け、キッツさんがゴリゴリ行く、これはどうだよ、ラスペ、そうだってダンパッター、ガードした、あーでもダスパータックまで勝ったのはイブキルが、ここでドリトンロックリンクスですね、コミットバーサスイルギルか、もう一度こっちのペイはこの火力のためにゴリ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 行くだけ、来るだけ、ペイ、待てガード、ペイがいいな、すごいな、ペイタガード、ペイタペイタガード、イルギルが打ち着くガードしている、ペイタ、ペイタ、同じパターンか、びっくり、折り返し、ペイアルファからもうJB、アルファ決め、デザーズ押して、ここで、ケイン、アルファ表、アルファ、エーテイン投げ、エーテイン投げ、やりたいだけ、パーフェクト選手、オミド、まあ、そこのやりたいだけムーブにかけてしまえば、チップの勝機は十二分にあるというか、強い、ケイン、とりあえずね、手裏剣タイプ、タイムは9対1。さあ、イブキルか、イブキルか、さて、イルカがなかなか行ってこない、オミド。
しれないで、アルファ青で締めて、アルファ、そこで青、アルファ入ってやろう、ゲートない、助けろ俺、まあ、危ない、久々に聞いた熱唱選手、ベーダー残って、それ頑張らせた結果がこれか、最後のメインスタッフを振るだけまで、第4ブロック、3ブロックになっております。まず1点目、コロちゃんバーナーズ、熱ベーダピー上から投げ合わせ、そして右手から早い展開、ブックラボは頭コンポリス、これはそれは遠いちゃうか、投げて太陽と出す、ラスト、これがゴール、レーズ2対0パス、いっぱい出たよ、了解、さて、レズがいけるか、さあ、インストール、ガンかかったなと思ったら、なんかロボットが分離した、さあ、インストールで、レズロボット分離攻撃、合体攻撃をパッと見に使いやがる、なるほど、さて、ここでレズのマンゴー、いっぱい減った、コロナあったり痛いね、おじゃんとしてコロナ、それでコロナ打つね、コロナ打つね、いいや打つね、そのだけパピカの練習も回っている、まだ打つね、そこでブリンガー、うなぎりのパーティーとブリンガーまであれ、それではワンワンチャンドミアウェ、えあー残念です、痛いのまでです、勝ったのはレズ、さあどうなる、相手のやりたいどこで発せるか、行きましょう、2戦目カミガル BC バーサスクロージャン、まずコインを3枚使った、まあね、1月の間ね、お正月なんでご祝儀ですね、ほら落としたんだよ、こっちが言ってたらクリンカーだよ、グランドバイパーだよ、冗談、さてコイン大だった、交代は今走ろうか、グッドで、それを BC 行く、エゼがポイントなった、ここから本番、でも中段がガードされる、ドキドボレ、タイミングのようで、今が待って、ね、お赤、刑事状況が、でもステップ投げまで、ここまでがカメリアの BC の方程式、アンビト選手、カメリアの BC、ハイラウンド、あ、いい、コインがヒット、カミノ DC、コーチで初めてのレベル2、レベル2やけどコインはやっぱり打つね、ウッキーは投げるね、コインが投げつけるものはロッピー対空、これは致命的に減らないのがジョニーの光の弱さ、さて、ラインを上げる、ラインが入る、ここを飛ばして落とす、なるほど、さて前回のレベルにはフィリーだぞ、先が飛ぶ、ダウンを取ってコインは使い切ったところ、さあ体力半分、カミングアウト DC の方程式的には何か問題ない状況、レベル2とゲージ25番があったらいける、クラブ配信続いてない、ダメージ出し、そして補正が切れ、なんだこの音、フィリー衛星か、そして捨て投げ、ラストガード遠距離ストレー、カリギアの DC に1勝利、いや、なんか距離は嫌だもん、3戦目1位に決定戦、エズバーサスカフェキューバの DC、 どうぞこれ、おや、高いバンナー美味しいんじゃないか、
でも全然よく切り返した。運も良かった。うん、あれ、重い？投げて。あ、円滑、中央円滑、おしゃれ。足円滑できて。さて、ここから。グループで。ABS で内側に行ったことにはしなかったけど、食べる的には問題ない。ゲッフィーもうねえよ。ダスト、ダスト下げて、下げて、ベースが、ベースがいい匂いしてきたね。あー、でも普通に中段で削っていく。まず一本選手、で、ディキャノディッシュ、ディキャノ高い、ポイ、カウンター、押し込め、ディッシュ押し込め、押し込め、これは残念、残念な体力にやってきます。ないで、出ることから追いかける。追いかけたい。痛いね、痛いね。あれくらい、煽りが入った。あれや、ダストが、アウト、残念。もう一回、はい、はい、それが正解。で、本番入ります。でも、ロケから、あれ、これダメなんじゃね、爆発して終了パターン、爆発するまでもなかった。勝ったのは壁際の DC、 みんなの